皆さん香川県とそして秋田県も出そうとしているネットゲーム依存症対策条例というのはご存知だとは思いますが今一度これについて一ゲーマーとして物申したいと思います簡単にこの条例がどういうものなのかというのを説明しますと対象となる方は18歳未満のお子さんが対象となっておりますそしてゲームは平日60分まで学業が休みの日は90分までさらに 義務教育までの中学生以下の方は午後9時までとなっておりますちなみにそれ以外の18歳未満の年齢の方は午後10時までというふうになっております香川県は今月18日にも議会採決を行いそして4月からこの条例を施行しようとしていますこの条例案に対し香川県は2週間程度の県内在住の方のみを対象としたパブリックコメントを募集しました 寄せられたコメントの合計数は2686件そのうちの84%に当たる2269件が賛成という結果でした一応今のところはこの条例を違反しても罰則はないものの家族の中でルールを作る上での目安にしてほしいとのことなんですがまずパブリックコメントに関しての件なんですがなぜ今の時代にツイッターでの募集にしなかったのか、まあ、ここがすごく疑問に 思いますそして県内に限定するというのは一部理解はできるんですが香川県の総人口というのは2020年1月1日の時点で95万5,000人ぐらいいるんですがそれに対してのパブリックコメントの件数があまりにも少なすぎるそしていろんなサイトを見る限りでは賛成している方の方がかなり圧倒的に少ないと思われるんですがなぜかこのパブリックコメントでは 賛成のの方方がが多数数でそして反対の方が少数だったとそもそもの件数から見てわかるようにいちいち県にパブリックコメントを投場するという行動をする人があまりにも少なかったというのは見てわかると思いますしかもそうした中におそらくこの対象となっているお子さん自身が声を上げてコメントされているというのは件数から考えてあまりなかったと思われますそそもそもなぜこういうい条例を 出そうとしているのかというのは香川県によるとゲーム依存になると学力の低下やリアルな人間関係を作る上での、まあ、いわゆるコミュ力というやつなんですが、まあ、それが低下してしまうさらには日常生活に支障をきたしてしまう恐れがあるということらしいんですが、まあ、その根拠というのがゲームを1日1時間未満の人とそれ以上の人は段階的に選ぶ項目があるみたいなんですが。 ま、ざっくり分けると、1時間未満の人に対して、1時間以上やっている方は、平均して学力が低いという結果が出ている、ということらしいです。これは正直、当然そうなるだろうと思うんですけれども、なぜかというと、簡単に言ってしまえば、全部をゲームに当てている人と、それ以外の人、まあ、少しでも勉強をしている人とを比べたときに、それは記憶の観点から言っても、 少しでもテストに近い期間に復習をした方がより覚えていやすいのでテストの点数は取りやすいからです。ただ、ここで問題になっているのはそもそもすべての時間を例えばゲームに3時間1時間は YouTube 見ますみたいな人が対象になるわけだからその人に1時間だけゲームさせてそれ以外の時間2時間とか3時間をじゃあ他のものに当ててくださいって言われた時に果たして 本当にに勉強ててるるとと思っていいののかというのがすごく疑問ではありますそれにこれを決めている県議会の方というのはおそらくゲームを日常的にやらない方、まあ、やったことがない方というのが多いと思うんですが、まあ、そういう僕ら親世代よりもさらに上の親世代、まあ、この規制される方から考えればおじいさんとかおばあさんとか、まあ、そのぐらいの年代の方が勝手に決めようとしていると。 いろいろこの条例に関しては言いたいことはあるんですが僕が一番言いたいことだけ言いたいと思うんですけれども僕はこの条例案というのの一番の問題点は対象とととなってていいるる子供たちの心を無視していることだと思うんですよまあ僕の例で言わせていただきますと僕も小さい頃まあ母親の方は全然ゲーム規制なんて。 勉強しなさいとかも言うこともなかったし、ゲーム規制なんてことはなかったんですけれども、父親の方はかなりゲーム規制というのが、まあゲームしないし、ゲーム嫌いっていう形の人間だったので、まあ本体をトンカツで壊されそうになったりとか、まあテレビのヒューズ抜かれたりとか、まあ本体隠されたりとか、まあかなりいろいろあったんですけれども、正直今でも僕は父親のことが大嫌いです。もうおっさんになって、 大きい子供がいてもおかしくない年齢なんですが、それでも父親のことが嫌いです。おそらく20年ぐらい喋ってないです。なので一番の問題点は、やはり心を無視しているということ。もっと言ってしまえば、子供を一人の人間として見ていない、そもそもこの条例ができる必要はなく、親が面倒を見ていれば済む話なのに、親の管理法規というのがあって、 だけどもこれに賛成している人たちは「子供は親が管理するべきだ」というふうに強く言っているわけですね。これはやはり子供を一人の人間として見ていなくてただの自分のものとしてしか扱っていないのではないかと思ってしまいます。もうちょっと言うのであれば私事でちょっと申し訳ないんですけれどもつい2日前に YouTube を始めたんですが自分で検索するのも難しいぐらいで。 ほとんど誰にも見られていないというかクリックすらされていないというかそもそも表示すらされていないというような状態だと思うんですけれども例えばこの条例がまあ原種になったとしてそうすると子供がゲームをする時間が減るのでじゃあそういう人たちはじゃあ YouTube 見ようっていう方が多分増えると思うんですよそうすると僕たちまあ見られてないんでちょっと僕が言うのはあれかと思うんですが ユーチューバーと言われる存在にとってみたら、ユーチュ b ブ見てくれる時間っていうのが、まあ、1時間から、じゃあ2時間に増えました、3時間に増えましたってなったら、多くのチャンスが生まれるじゃないですか。で、僕個人から言わせていただければ、僕は子供もいないし、この条例に引っかかる年齢でもないし、そもそも仕事して自活してるし、一切関係がないわけですよ。で、さらに動画を投稿しているわけじゃないですか。だったら、 この条例に賛成した方が僕としてはもしかしたらチャンスが増えるという話になるんですけれどもそんな僕ですがこの条例案には絶対に反対します、まあ、例えば子供たちにネットリテラシーを教えてあげるとかはするべきだとは思うんですけれども規制して自由意志を強いたげることだけはしてはいけないと思います弱小一ゲーマー実況者のざれご言にここまで付き合っていただきまして 本当にありがとうございます。時間をいただいてしまい申し訳ございませんでした。今一度、この問題を全員で考えていただければ幸いかなと思います。